In this ad for the Mobile One brand, I have 30 seconds to talk about driving, which might be what you're doing right now. Maybe you're in the car. You're free. You're in control on an open road with an open calendar. Your mind is wandering and you're going with it. Or maybe you're stuck at work in meetings or emails, or worse, meetings about emails. And if that's the case, there's only one question. Why? Mobile One for the love of driving. Visit loveofdriving.us/radio to learn more. どうも、エイベックス所属の落語家金商店万ンです。M. B. S. アナウンサーの福島信弘です。二人合わせてヤングタウンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あのね、今度あの、うん、パーティーがあるんですよ。またパーティーやってんですか。はい、パーティー多くないですか。さすがに。うもう何も祝うことないでしょあなたにとって。いや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 、まだまだ。もうもうないだろう。まだまだお祝い。お祝いは続くし、お祝いはされたら、返さなきゃいけないから。明らかに怪しい人になっちゃうよ。まあ、そんな話したら違いますって。パーティーはあるんだって。 パーティーというのは世の中に毎日だってパーティー会場なんてものがあるんだから。 まあそそれはうですよ。だってね冠婚葬祭パーティーなどにしようって書いてあるじゃないでパーティーというのは全国で行われるわけですよあんまりパーティー会場のそういう文章読んだことないからそのあるじゃないとてわれても分かんないけどそれ書くねだから何人規模とか例えばじゃあ10人でやるのか100人でやるのか500人でやるのかって言って変わってくるわけですよまあまあそれはそうでしょうねランクも含めてねいやいやいいよパーティーを主催する側だしされるご招待される時に呼ばれること多いですよねそうなんですこの間もねあのあなたは言ってないかなネズ組っていうね言ってねえよ ねじずくみの40周年パーティーあれうちの師匠の行きつけのあれ飲み屋スマック行ってないよねじずくみの40周年パーティーが俺もさだから招待を受けちゃったからさもう花出さなきゃいけないと思うさお花出したらさ弟子で花てるの俺だけでさあのゴルファーの丸山茂樹さんの隣が俺だったよなあかんない名前怖いよなんかいろいろいっぱいやめてパーティーあるんですけどもやっぱ ちょっとワインを持っていかなきゃいけなくて。あ、ワインいいじゃないですか。持ってたら喜ばれますよ、そりゃ。ワインっては難しいでしょ。そう？俺はやっぱさ、基本何あのウイスキー同盟だからさ。ウイスキー同盟っていうのはハイボール飲んでるだけだろ、俺最近最近やっとワインもね、ちょっとあ、そうなの？あの中津のスーパーあたりでちょっと覚え始めた。いいワインがあるのよ、ちょっと。確かにいいワイン置いてたよ。そう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 。だそうだ思い出した。こないだセブワインを納入してる業者と名刺交換してたわ。何してんだろうと思った。もうこの次何やんだろうこの人と思って。 それがまた縁があってさ、あのワインのねあの業者さんだからもうえっと輸入元よ、輸入元が昔俺が住んでた家の近くで知らねえよ。大した縁じゃねえじゃないか。そしてあれシンだと思って知らない。あれほ港町だったからね。いいよ別にワインのその輸入輸出の話はいいんだよ別に。で何だ。まだ俺は何も知識がないから。そうなんだ。ワインを選びたいんだけどさ、こうなんだろワインソムリエの方がいらっしゃるワインショップってさ、なんかこうちょっとハードルが高いというかさ。あそう。 でもそういういのも私に聞いてくれたらもう全然問題ないですよそりゃあなたもウイスキー同盟じゃんい,いやいや私はもうワインしか飲んでないですからえもう私はもう基本ワインですよずっと毎日ワインよ、まあ、もう私の血はワインでできてるから <laughs> そんな川島直美さんみたいなこと言うのう白ワインでできてるの怖えよこれあんまウケないんだこれ。ね <laughs> 当たり前だよ俺は好きなんだけどあんまウケないんだよそんな 直美さんがそれを言ってたってことまで思い出してる最中に違うボケが入ってるからなんならそこからロゼとかに派生させるいんだけど全然ウケないからもうやめてるんですよやめてるのツアーでもね相談しましたけどまあまあでもワインは私好きですからじゃあちょっと俺一回ワインショップにね行く練習したいからあそうあんた付き合ってよわかりましたじゃあ私がワインショップやりますからあなたお客さんで来てくださいでいきますね あいらしゃいらしゃいらっしゃいワイン安いよワイン安いよはいワイン安いよいいのいいボルド入ってるよいいのいいボルドお兄ちゃんはいオーマンのボルドオーマンのボルドこれだけじゃダメよしじゃあ筋子つけちゃうちょっと待ってこれごめんどこのワインショップようこそワインショップアメ横店やっぱりな筋子つけちゃうアメ横でワイン売ってねえよ スイコつけちゃうじゃないよ。オーマのボルドーってなんだよ。オーマのマグロは聞いたことあるけど。オーマのボルドー。え、オーマのボルドーってな知名と知名になってますけど。オーマのボルドーだと。本当だ。ダブル知名だ度本当に。オーマのものではないしボルドーは。そういんじゃない。ちゃんとしたワインショップにカジュアルな方じゃなくてもうちょっとちゃんとしたころ。そうそうそうあれアメ横のワインショップなんてもカジュアルじゃない。カジュアルじゃないのね。お願いします。ようこそいらっしゃいませ。ワインショップ。ようこそ。ちょっとあのパーティーがありまして。はい。 お客様が参加されるパーティーでございますね。で、ちょっパーティーで、はい、まあちょっとワインを持ってきたいんですけど、僕は全然知識なくて、なん,ええ、なんかちょっとワイン良かったらちょっとなんかおすすめなか教えてもらいたいなと思うんですけどそれでしたらもう今あの赤ワインのいいのが入っております、ね。あ、そうですか。ボルドーでございますね。ボルドーで。えええー、これは大変おしいございます。すはい、僕全然ちょっとこれ分かんなくて、あの何にあったりしますかね、このワはこれはそのそうですね、まああのドンタコスが合いますね。うん。はい。 どんたこす、どんたこす、どんたこすの知識がない。CM が最近またリバイバルにね。てのね、昔から僕もこの話題になっています。じゃあ、他のないですかね赤じゃない方がよろしいですかちょっとなんか違うかなと思ってと白でございますね。白これなんかも冷やしてもおいしいございますね。ああ、さっぱりしてていいとか言いますもんね。これは何に合いますかねこちらはあの、ックによく合いますね。ック。じゃあ、それは。 あ、こちら路線でございますね。これも、あの、ちょっと、あの、冷やしますと。これ、何に合うんですか。これは、あの、バカウケせんべいが美味しい。あの、すみません。雪の宿も、ね。ちちちもう、もう、いいです、いいです。その、うん、おせんべいがあるの、は分かったんですけど。えーえー、どういうパーティー想定してます。お客様が参加されるパーティーですよね。そうです。あの、公民館でやる、低めの、茶色い木目のテーブルをいっぱい並べて。うん、上に青い羽の扇風機がぐるぐる回ってる。のうん、消防団の軽打ち上げじゃねえわ。 消防団の軽打ち上げじゃないんですか失礼だぞ <laughs> 人を見た目で判断して消防団の軽打ち上げって別にいいけれど紙皿に入れるタイプが違う違うそこで持っていくワインじゃないよええじゃあお料理は乾き物だ違う乾き物だけじゃなくてちゃんとしたらなんかそういうにロートビーフとかカルパッチョとかが出るような <laughs> あ濡れし物も出るんですか、ね、なんだ濡れし物って れし乾き物の逆の濡れし物じゃねえからビチャビチャでらっしゃる。いや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 言いやいやいやい青い扇風機はじゃやい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 や民館でやらないや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 公民いでいや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 失礼いや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 ちゃんとしたいや全然いやいや、えー、いや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 でやい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 あいや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 いジュニアえー そうですねなんか後半元往年のメジャーリーガーみたいなのが入ってますけどはい入っておりますね入ってます、ねえー、製造の過程でですね、えー、製造の過程でう、えーえー、ん ゲレーロジュニアが入って、ちょっと意味がわかんない。醸造主の強い思いがありまして、あのメジャーリーグのように幅広い人たちに好かれてほしいということで。えまあ、醸造の過程で樽の中にゲレーロジュニアを一旦入れまして。どういうこと。本人が入ってるの?。素振りを。複数回やりまして。撹拌のために。いやいや、おかしいだろう。もちろんガムを噛みながら。でいやいやいや、メジャーリーガーイコールガム噛んでるイメージあるけど。良いワインってのはそういうストーリーが。いやだよ、その。 ゲレオジュニアの噛んだガムまで入ってんだからちゃんと銀紙に積んで出しますけれどもいや銀紙積んで出すとかじゃなくてもうあの入ってないやつをおいしすあ入ってないもん、ねはい、なんのじゃあジャパニーズ日本のワインでもよろしくお願いしますか、うん、ああ全然いいですよそれでいきますとこちらなんかは一のパンチシャトーというですねなんかパンチシャトーみたいですねパンチシャトーみたいです 入ってるんですか。入ってはいないです。いやいやさっきゲレロジュニア入ってたろうの。法律が変わってくるので。何言ってんだよ。アメリカと日本では。いや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 。上場 <laughs> なんでアメリカ入っていいんだよ。ちょっと変わってきますのでパンチ佐藤あのこれあの醸造主の強い思いがありまして、はい、あのパンチ佐藤のようにですねうん、うん、えー、二刀流で頑張ってほしいという。うん そのやっぱ野球とバラエティーの二刀流ね、頑張っているパンチャットのような。今二頭流という大谷翔平が言うやつだし、あれ大谷翔平はメジャーリーガーだから入っちゃいけないってのはわかるけど、あのパンチ佐藤さんは別に二刀流って言われてないから今。ありがとうございますか。じゃあこれでは良くない。良くない良くないですか。なんか他のないですかちゃんとそうなりますともないですね。ないんかい。ええもう。なだないんかい一本もないですね。いやいやいやもういや一本。関西のお客様でいらっしゃいますか。 ないんかいというふうにおっしゃいましたけれども、大阪の生まれでいらっしゃいます。ちょっといろんなところ行き過ぎて方言がないんかいという突っ込みでいらっしゃいましたけれども。ないのかよ。ない。最後なんですか。ないのかよ。じゃあじゃあちょっと別なんかあるでしょ。それでしたらいいのがございます。作るのが難しいワインがございまして、これあの非常に珍しいのでコロオリエドという。お、コロオリエドという。これなんか素敵なおしゃれの名前じゃないですか。こちらシーンできますけれども。あぜひぜひ。好みになりますか。はい。あじゃちょっと下がってください。すみどうぞ。 贅沢だなカーリーエドでございますえうんいただきます。えこれ何ですかこれえペニシリンでございます。ペニシリン役員じゃねえかこれみな先生。<え>ペニシリンでございます。あれみな先生。あれ,あれもしかしてこれ神じゃねえかお客様これは神じゃなくてワインでございます。もういいよ。MBS ヤングタウン 9分のネタを単独より長くなってましたね余計なものがたくさん余計なものがいっぱい入りましたからね交じ引がだいぶ強かったですねあのワインの納入業者と名刺交換したくなりとかも入りましたねそれはねあのオリジナル新しいからねただ事実を言っただけこのネタはね透明版でも

今日で、ね、珍しく収録ですし、ああそうですね。しかも二十、えー、日のね、この日ですから。はい。で三回戦がね、多分また次の週翌週ぐらいになるんじゃないかな。多分。うんそうですね。日、うん、月間の大阪の日程がもう出てますからね。はい。そのあたりで入るんじゃないかなと思いますけど。はい、去年我々は準々決勝まで進出し、今回はね、はい、シード権を持った状態で二回戦、SS ホールっていうね、はいはいはい、吉本。 の非常ね,ね大きな劇場ですよ、ね、森の宮の駅のすぐそばなんですけどそこで我々もついこの間受けてきました。二回戦をね。激重でして。いやなんかどうなのだから激重だったのか。うん 自分たちがそう感じてしまったのかわからないけど。結果これお客さんが重たいか重たくないかはもう別にして受けなかったなっていう時感が私たちがちょっと重ったり手応えはなかった終わった時にはあったんですよ。終わってやばいって思ったもんね。終わった後もうその後もう我々もすぐ帰ればいいんですけどクールダウンの時間がやっぱり必要になってきちょっとあまりにねなんかいろいろあのあれ意味だから興奮状態とかいやダメだったんじゃないかみたいなだからすぐそばの大阪城のね公園の中にあの喫茶店で二人でずっとこうはー もうダメだったーっったたて言いい続ける時間がすごい長かったんですよねで、はいはい、でしたも,でもさあの分かるんですよその終わってねちょっと、うん、今日ちょっとお客さんあんまり反応良くなかったなちょっと今回のネタダメだったかなって思うのは分かるんだけどさこれありがたいことにですねやっぱ ABC の大会なのに我々のところにちゃんと密着みたいにしてカメラが。そうだね 本番前にもさ練習してる時にさそうなのよ今年前回と変わってんのよなんか順々に行かしてもらったおかげなのかなんかんその中でこう誰か応フィシ決まってんでしょあれ多分ひょっとしたら上がるかもしれないっていうので一応マークされてるうん、うん、でも多分駆け出しみたいなディレクターさんがついてくれてるのようん、うん、まだ若いね20代そこそこぐらいでその人がこうすいませんヤングタンさんあのちょっと本番前練習の時とかその間とでもいいんで一声ちょっとお言葉いただいてもいいですか意気込みなんかをとかって言われて、うん で本まあちょっと喋ったりしてで終わってからも。 感想ちょっと聞かせてくださいとかって言われるから、もうちょっと気が気じゃないんですよね。うん、なん、ね、われ二回戦でもドキドキできるから、まだちゃんと。でさ、その時のさ、その終わってさ、手応えなかったのはわかるんだけどさ。あんまその、なんかこう、暗い顔すんない、ああいうカメラが来た時に。いや、だからさ。使われたらどうすんのよ。俺はね、ダンビラムーチョ見習うよ、本当に。どういうこと。ダンビラムーチョがさ、何、あの三位以内に入らなかった時もさ。とか、なんか、だめだって、もうすぐ明るいじゃない。そうだよ。 芸人たら、ああいうもんだなと思ったよ。ああいうもんだよ。うん、それをさ、なんかもう、本当に爆笑オンバトルでオフエアだった人みたいな感じでさ。<laughs> なんかもうまだ何にも結果出てないのにあの時はねあのなん言われたもん NHK の人になるべくちゃんと落ち込んでください明るくそんなねだって落ちたんだからいやそれはもう落ちてるからねまだこっちは分かんないのにさなんかぐち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 なんか言ってたよなんか恥ずかしかった私なんで俺が一生懸命さでもね前向きにまだ分かんないんでサッカーとかってんで僕をやらなきゃいけないんだよんであなたはずっとんかんみたいなじゃあいいことだっ子みたいないいことしようか俺あの辺記憶ないんだいや だろうなと思った <laughs> もう本当にテレビカメラの前で喋ってる人の喋り方じゃなかったですよ本当にもうなんか友達に女友達に電話してるみたいな感じだった <laughs> <どう S 1> ずっとなんか <laughs> ダメだったみたいななんかそんな感じ <laughs> なんか大丈夫ですよって言われたいみたいな <laughs> <laughs> 空気感出てたよやっぱさ傷ついたんだから、うん、<laughs> 傷を負ったわけよ違いますよ<え>まだお結局負ってなかったじゃない だから何俺はさその後さ予定を入れたわけよ。名古屋にさ大阪から名古屋に行ってさ約束を守ろうと思ってアンジェリーの3分の1のガチャレックスピのライブを見に行くってもうさ正直よ最初の方も記憶ないよねやっぱライブはねやっぱすごいのよもうやっぱすげえなと思ってマイクパフォーマンスもすごいし演奏とかも超すごいんだけど心のどっかで。 ここ何あのこんなに輝いた舞台上で輝いている彼彼女たちのまたお客さんもこれだけ引き付けてうわーってなってるのに引き換え俺は、うん、でもこれはねあのご本人にも言ったしマネージャーさんにも言ったから、まあ、正直に言うと、うん、それハーフウェイその先へだっけなあれを弾いててあのこの間ゲストに来てくれた時もね A 面の方に、うん、あのかかってた曲が流れて「あっ!」と思ってこの曲かかったと思ったら。うん 携帯は見ないいつもりでたのよそうだよねだけどねブル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 って震えたのブル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 ってこれはこのブルブルは俺は前一回経験してて去年準々決勝に進出した時も同じ携帯の鳴り方したの帝国にね発表になった瞬間に何人かの仲間や友達だから「おめでとうございますよかった」うん。頑張れ」とか「ブラ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 」って言うからちょっともうハーフでその先終わりで一瞬ちょっと MC が入る。 タイミングとシュッって見て、うん、ピッて見たら、うん、西畑さんからの「おめでとうございます」あそしたら、うん、周りの景色が、うん、急に明るく見え始めて <laughs> 振り回されるな m 1に ハーフウェイそのあ <laughs> 先への後に3回戦その先へっていう,う新しい文言が出た瞬間にもうそっから前のみで「アンジー!」ってもう <laughs> あのそのテンションで「アンジーアンジー!ジー」って言ってもうさやばいやつよだからそれまでそれまでさメインプロデューサーみたいな感じでこう何 ?2 階席でさ立ち見だったのかな2階席でこう腕組みしみたいみたいてたのに急に前のみでさ「アンジー!」って言っ いや振り回されすぎだよ <laughs> だから隣にいた人とか、うん、この人の情緒が分からないおかしな人だと思ったよねだってあこのここからの曲が好きなんだうそう。1>, <分>1時間この人何だったんだろうみたいなもうやばいよ情緒不安定な人でも <laughs> いやでもだからちょっと隙間が休憩時間がなんかなんかにさ、うん、電話かけてきたじゃないなそ,うそ,うそう。なんか携帯見ないって言うからまあまあ連絡怖いのかなと思ってたら電話かけてきて「福、うん、ちゃん 俺は今泣いているって言ってさいう。いやいや、曲にも感動したから、いろんな感情が入り乱れてさ、もう。俺やっぱ m ムワン中は人のライブとか見ちゃだめだね。もうあの、迷惑かける。いいけど、振り回されないようにしなきゃいけないね。いや、僕はその日、あの会社に泊まり勤務っていうので、あの。昼間漫才やった後、夜ニュース読むといけなかったから、また会社に、まあ、泊まって。 っていうかまあ、いたから、うん、あれ8百8時ぐらいだったんですよね。夜はね。ほとんど会社に人はいなかったんだけど、まだポツポツとフロアに人間がいる段階であれを一人で見て。うんうん であのスーパーマラドーナさんの,この発表を見て、うん、またさスーパーマラドーナさんがさ絶対にあの寸評みたいなのを入れるんですよね発表の時に「誰々!」だれだれって言った後に「あ受けてた!」とか「誰々!」とか「確かによかった!」とかっていうのを言うじゃない、うん、だからもうなんか俺らなんかど,どうなるんだろうとかと思っ、うん、ドキドキしながら見てたら、うん、ヤングタウン「おさすが!」って言ってくれて。うん その時はもう僕も一人でしたから「よっしゃ!」って会社のフロアで言ったらもうなんかみんながこうミヤキャットみたいにこっち見てて <laughs> なんか変な人いるみたいな感じになってこれはね何だろう本当にこんなにもね心をねこう揺さぶるというかさ、うん、まあね、まあ、特にね今回は。 我々もね半年くらい頑張ってきて、そう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 。うん。ラグライブ一緒に見に行ってさ、エアコン屋の社長さんのゴーさんってのがいんのよ。ゴーさんが喜んでてさ、今日勝ったこれで落ちてたらこの後大変だっただろうなっつって、一緒に見に行く見にもなってよもうっつって。で終わって飲みに行ったゲシャどうまあ軽くね。うん。そうそうそうなんだ。まあよかったよね。なんとか通ってね。うん。でゴーさんと飲みに行ったんだけどさ、ゴーさんが言うのよ。うん。えも。 3回戦進出ってさちょっとかっこ悪いじゃんだけどさ向こうを「おめでとう!」みたいに言われてさなんかそれを先に言ってよ。<laughs> 舞台設定がわかんないからさ、誰登場人物見えないんだよ。そういうとこあるよね。そういうとこしかない。主語がないとかあるよね。そういうとこしかない。よく落語やってるね。本当にそう思います。主語がない落語をずっとやってるもん。主語がない落語ってなんだよ本当に。大変だったんだよこれあのあのあと一回大阪に戻ったじゃない。はいはい戻ってでねやっぱ福ちゃんにもさ言われてさいやもうちょっとやっぱだからねこれせっかくまあもしかしたらねそんな奇跡的にあげてもらったんだからもうちょっと稽古しようよということで俺はほら東京の会食を断り。 東京に戻ることをやめてその後だから今治に行く今治福岡という日程は決まってた忙しいんだけどその前一回東京に戻るつもりだったのを全部キャンセルして大阪でネタを作ったじゃん。でなんかちょっといいのできたねとかさんか言ってもまあ頑張ったねって言って。って言って。 今治ですよこの間友近サスペンス劇場で見たばっかりの松山とかさ今治も今俺の中で愛媛県が暑いからそうなのねそりゃ暑いよも友近さんが今 YouTube で公開してそうそう全国的に話題になってますィ昼メスとのね話題になってるサスペンス劇場本当に昔の昭和風のやつの面白い愛媛が舞台だからさでんで行ったかっていうとまあ前々からねこの番組に行ったから今日も今僕スウェット着てますけど「リトル・ボブ・ドッグ」という。 キャラクターーのアンバサードをししてておりまして、はい、でそのね「えー、リトル・ボブ・ドックの会社さんがちょっとみんなね変わってるから FC まばりのまあパートナーシップというかサポ,サポーターなんてスポンサー的なことをやってるんだけどその看板になぜか「リトル・ボブ・ドックで「リトル・ボブ・ドックのキャラクターそこは分かるんだけど。うん アンバサダーの私まで金商店マンドって、俺の先座写真が載ってるわけよ。うん、すごいわけよ。うんうん、明治安田とかね。<laughs> うん、今治なんか造船とか、中に一人だけ。あの人の名前かどうかもわからないけど、人が写ってる。<laughs> あの言い方だけど西蘭クリニックより悪質だよねなんかちょっとね <laughs>、うん、悪質って言っちゃいけないから西蘭クリニックはまず悪質じゃないからより持ってておかしいあれは,あああれはだって社長さんが前に出るじゃないそうそうあれだってしかも自分でお金払ってんのは当たり前でしょそんなもん俺はさ自分で払ってないからそうでしょただ名前が載ってるだけだよねだから社長さんが自分で出たくて、うん、出てるならいいそういう想像、うん、俺の場合は社長でも何でもないからそうだなそうんなんだろうなこれは 看板が出てんだねここに。だからもうね、あの FC マバリでもあれ何なんだろうってやっぱちょっと小さな話題になってる。話題になってるんですね。だから FC マバリの社員さんともちょっとね、あの連、あのご連名刺交換とかしたんだけど、本物に会えたって言われて、いついつも見てます。見てますって言われて。それであのまあまあまあ何。すごいですねでも。本当にリトルモブドッグのね関係者の方と一緒に FC マバリの 試合初めて俺 J リーグの試合っていうの初めて見た J3、はい、今ねすごい調子良くてもう多分 J2 行くのよのこの流れだとんだ結構流れも良くて、うん、でこれもさ不思議ないんで相手チームがさ、えー、y s c c 横浜っていうチームなんだけど、うん、そこのヘッドコーチの菅原太郎さんって俺20年来の知り合いで、うん、なんでなんかね昔なんか知り合いを通じてあそれこそよ<う>あの極悪同盟のダンプさんとかの流れでえあの 先月話したじゃないがるんでジャンボ堀さんって人がいてジャンボさんも出てんだけど極力同盟ムジャンボ堀さんのつながりでみんなで集まったりとかしたの結構スポーツ選手だったりとか芸人とかそういうのがあってその時に出会ってる太郎さんってずっと J リーガーから J1J2 とかねいろんなとこ渡り歩いてでもやっぱ評価が高いのか監督とかコーチみたいなのもずっとやってて今はだから YSCC で横浜でだから前日ちょっと前日入りしたからなんかちょっと軽くあ久々に会ったりとか。 そうそうだからそんな縁もあってで J リーグって俺生で見たら初めてだからすごいのやっぱりちゃんと興奮して J3 とか言いつつもここまでのレベルが高いんだみたいなまあ確かになキングオブコントでも M−1 でもやっぱ3回戦とかでもレベル高いもんなとかんかいろいろさついつい漫才のこと漫才能だからさ今コントでしたけどでもさんか何お笑いのこと考え能だからね特に漫才のこと考えた一旦ったん出しちゃうよねだかららサッカーを見てたさ はっしまった何がえっ俺明日福岡だと思って、うん、それは分かってたのうんで試合見てすぐに福岡に入るつもりだった前日にねうん今日だから独演会だったから、はい、着物持ってないえー、あそうか今治は別に落語界で行ってない行ってないからで東京に一回戻って着物を取るはずだったからおお<う>でその代わり大きな荷物持ってたの それは何かっていうと、あのグッズの、グッズは全部リュックの中に入れたの。ちゃっかりしてる。そう、グッズは全部入れたの。ただ,ただの行商の人じゃないですか。でそう、うそれで。どうすんの。え <laughs>、大阪戻ってもしょうがないでしょ。そうだよ。うん。気温がないっつって。<laughs> うん、で、このまま福岡に行かなきゃいけないしと思って。 でも正直試合どころじゃなくなってさ福岡に落語家いないもんね毎回さもうだってねアンジのライブもさ急に後半ガラッと変わったりさ景色が毎回変わるわけよで J3 もさハーフタイムぐらいに気付いてたはあと思ってでも急いでさ福岡のねちょっと関係者に電話したらもうんか貸せる人がいますみたいなそれでか なんか妙にいつもと雰囲気違うなと思ったらさっき1分前に投稿してた SNS あなたそうだ、ね、今日は入りが遅いのにさなんか遅れてるなーとかって思ってたら1分前に SNS 投稿するから <laughs> こうう遅刻してるやつが SNS 投稿するのって一番腹立つじゃないですかいや,いんいや一応ほらヤンニチドメールもねでも,でも一応こう見てたやったらさ「なんかうん、俺のかこんな着物だ」って好楽さんみたいなピンクの着物だから師匠に借りたのかなのもらったのかなとかって思ってた違うね向こうでアマチュアで落語されてる方に借りたん <laughs> もうやめてよ。本当に申し訳ない。アマチュアの落語家さんに。もう。申し訳ない。でもね、旅と、あの、半襦袢は自分でなんか、あの、買いますんで、なんか。あの、お気に入りのやつがあったら教えてくださいって言って。もら本当に福岡の人はあったかいよ。日本中はあったかいよ、その。もうだから、あ、これはまずいと思って。で、なんかもうやっぱり、ね、救われたけど、何かしらこう福岡の人たちね、やっぱり何か。 もともと今回の落語会はちょっと初めてのあれだったんだけど入場料に対してお土産付きっていうふうにしたのよ。でこのお土産付きっていうのはもちろん手拭いをね皆さんにお配りしようと思ってて手拭い欲しいって人は結構ありがたいことにあなたがであれをリュックの中に入れたから手拭いだったんだけどんかこれだけじゃ足りない気がすると思って自分が迷惑かけてるから。で急きぼ坊ちゃん団子を。 もうう皆さんにに全員りしよと思ってそれで俺の中でほら坊ちゃん団子今ね友近サスペンス劇場で出るから暑いからみんな食べたいだろうと松山のお土産でそうそうそう今治から松山経由で空港に行くから空港でさすごいよもう全員分の坊ちゃん団子何人分だからまあ30人弱分ぐらい買うんですか全部買いましたええそうお一人まあ一口いやえっといやちゃんとよえ一人一箱あのさっき持ってたやつ

あので博多にちょっと食事がね、うん、会があったから、うん、そこに持ってくと迷惑もかかるし、うんうん、あとなんか「そんなに持ってんなら他の人にもあげればいいじゃないですか」って言われるのにが嫌だから「うん、なんか店主にもあげないよ」とか言われるのり嫌じゃない<ー>なんか、ねね、俺だってお客さんのためにぼっちゃだこ買ったんだ,んそうだよ、ね、確から、うん、だからしょうがないからあのそので落語カフェっていうショウアンさんっていうね小さい会場だったんだけどそこにもう直接持ってこうかと思ったけど、うん、そこで。あの かつら新門師匠っ人もやたののそ時間でこの間俺新左衛門師匠の YouTube 出演を断ったばっかりで気まずかったのよ。出なさいよいやスケジュールが合わなかったのよそれで出なかったなんかそれも謝るのもおかしいしんか俺が坊ちゃん団子で新左衛門師匠にも坊ちゃん団子渡すのもおかしいと思ってしょうがないからもうさ。 呉服町の駅最え駅のコインロッカーにさわあまた出たでまたさこういう時ってんていうのかな人が出るっていうかさ400円と600円のねとこが空いてたのいくつそうするとそれで600円の方がさなんかもう大きなスーツケースが入るぐらいでかいのよでかいねで400円の方がさ小箱みたいなのよ、200円の皿にさちょっありますよねははいいもさ、さ死ぬ気で もう何ちっちゃい400円の子に坊ちゃんだんごて <laughs> 詰めてさであとグッズもさリュックだと入らないけど全部一回出してさなんかこうもうもパパンパンに <laughs> でも200円の差も大きいですからね、OK、だって2日もん高いからね800円いれなきゃいけないんだからそれで結局グッズがさお茶しか売れなかったんだから俺 <laughs> T シャツもほぼ全然売れないんだからもう買いましたとか言われてもう。 みんなでもう旅とねあともうその半自慢だけ買って結構高いからね旅とか半自慢もね結構ね俺んちをさなんかねお心づけみたいなの渡さなきゃいけないじゃん着物だってああそうかそうかシれだよねシャレこれもさ何やっぱ普段のこいがねえのかな まあここだけの話しにしといてほしいんだけど、うん、その急にね構造たったら、はい、ちょうどその会場のエアコンが俺の右っ端の方に送風があって <laughs> それに反応しちゃったら俺右だけ鼻水が出てきちゃったのよ <laughs> それで構造やってる最中で一回だけタラって垂れてさそれがさ何俺があの借りた着物にかかっててさ <laughs> もうお客さんたちはそれ分かってるからさもうさ何あのあ鼻水が っていうよりお客さんはその鼻水とかじゃなくて借りたものに鼻水かけてる <laughs> それも言ってんぞこ <laughs> っちにかけてる <laughs> これは話だけは内緒にしてくださいっつって <laughs> <laughs> 落ちたの結局え落ちたのだけどねやっぱ不思議と熱演してる間に乾いた乾いたんかい落ちたんじゃねえかじゃあちゃんとクリーニング出してお返ししてクリーニングでまあまあでもほらまあまああのんかちゃんとねクリーニング代も含めてお心づけをちょっと渡してほんとすみませんって言うけどほんと最低ですね相変わらずなんかさ最近マラソンにご出身だった時はさ妙にきっちりしてたじゃないですかその辺は酒も飲まずにねそうそうちゃんとしてたのにやっぱもう2日でダメだねもうね1週間で体重3キロ戻った もうだやっぱりだからなんかこうさゼロか100なのよねはねいつもそうですも唯一ちょっと違うのはまだ足が痛い先週の足がまだ痛い15ぐらい残ってんの足にねマラソン残ってますからまあというねですから博多帰りの坂東さんですけれども今日はですね我々2回戦突破し3回戦進出ということでですねやっぱりもうちょっと「M‐1」熱をもっと高めていきたいということで今日なんとゲストもおお お越しいただけるとマジかいうことになっておりますので、はい、皆さんお楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、えー、皆さんからのメッセージもお待ちしております。ヤンタンアットマーク MBS 一一七九ドットコムそして X でのハッシュタグはカタカナのヤンに漢字の日ヤン日でつぶやいてください。お待ちしています。さあということで<お>今日はですね急遽ゲストにお越しいただい,いたような状態です。 我々ヤングタウンの。 漫才のお友達戦友ボニーボニーのお二人ですまずはネタからお聞きいただきましょうどうぞどうもどうもニボニーでどうします MBS の空気はうまいねうまいうまいね久しぶりに入ったからね半年前までやらせてもらってて追い出されちゃったからうまいうまいねやっぱり MBS の空気がブースの空気がうめえんだからお前ありがとう頑張ってかけね大丈夫ですか耳壊れてないですかさい全力でやるんだからせっかく呼んでもらったんだからねいいじゃん。いか ちょっと聞いてもらいたいんですけどそろそろねちょっと結婚をしたいほらいい感関係婚したい俺はまだ諦めてないなんてこと言うんだよお前全然諦めてないよそうですかリアルでの出会いはもうちょっと諦めたリアルでの出会いそうリアルでの出会いはどういうことやそうだから SNS での出会いょっに勝負をかけていこうなるほどねツイッターとかね女の子とかがさ趣味のこととかをツイートしてるじゃんそれにこう返信を送るわけよで女の子がねそれに返信をして返信をして返信をして 仲良くなって出会っちゃうこれでいくそんな純度100パーの下心なことあんのやり方考えろすごいやんそれしかないんだからそういうやり方俺は出会う決めたんだから SNS でその文章だけやろいや文章だけよどんな子か分からへんでああそれはもうある程度承知の上それはまあまあある程度の子でももうそれ出会わないまず出会うってまず出会ってからそこからが始まりなんだからね今日は風がが気持ちいいですっ ですわお嬢様だよこれ滋賀県に写真を撮りに行きますわ写真好きお嬢様いいじゃない琵琶湖沿いの風は気持ちがいいですわよかったら一緒に写真を撮りに行きませんかお願いしますわおっしゃカメラ好きのお嬢様に会いに行くぜ風が気持ちいいですわおっさんじゃねえかおい琵琶湖沿いの風は気持ちがいいですわおっさんじゃねえかお前おい待ってくれよ話が違えよめちゃめちゃおっさんじゃねえかですわって言ってたのにそうやろ <あ>これだからこの文章だけやからこの「風が気持ちいいですわ」なのか「風が気持ちいいですわ」 見分けつかへんないトラップすぎんだろおいそやろおいマジかよ難しいから難しいよお前練習しようえ、おなんだ僕が文章出すからなるほどねあなた見極めて見極めましょうねみんなはおもろいと思ったら笑って頼むぜおっしゃっオッケー風が気持ちがいいですわここだと分かんないんだな午後からは愛犬チョコの散歩に行きますわチョコあそんなお嬢さんっぽいよすっかり忘れていましたわごめん遊ばせごめん遊ばせおおおおお嬢さんまだよかったら散歩一緒に行きます。 かお願いしますわおっしゃ犬好のお嬢様ゲットだぜほらいいに行きまようかおっさんじゃねえかおい, <laughs> い,いに行きまようかいや行かねえよお前行くわけねえだろいったん玉で寄りますわ寄らねえよお前めちゃめちゃおっさんじゃねえかよな, <laughs> なんすのごめん遊ばせって言った<え>ごめん遊ばせってお嬢様のやつちょこがなあョちょこが言うとね、俺。れ<ー>も,もうこれもう今暇やさかいもうごめんもう遊ばせ言うてほれ <laughs> 面白くない、おっさんじゃえはず、おおえぇ咳かよ、お前わけわかんねえだろないや、もういいかもじゃ行かねえよ、お前う行ったらええお前さチョコをグイグイすんなよえかわいそうだろ、チョコ、お前何剣だよ、それピットブルー殺人剣じゃねえかよ怖え犬だふざけんなよ、お前全然出会えねえよおっさん出会ってるからどうすりゃいいんだよ、お前質問すればいいのよ あ自分からね、このお嬢様に会って、このおっさんにないものみたいな。持ってくわけだ。そうそう。お前リーゼントはね、賢いじゃねえかよ。どういう意味やろ。おっしゃ、質問しこちゃんと質問して。わかりました。今日は風が気持ちいいですわ。お嬢様に会って押さえないやつね。ブラジャーはつけてますかあなたをブロックしました。そりゃそうだ何してんのネットリテラシーだないのよ。そうだよ。だいぶなかったから。ふざけんなよ。ちゃんと考えてね。ちゃんと考えてるよ。 今日は風が気持ちいいですわんで全員風気持ちいいんだよさあそえなしっかり趣味は何ですか愛犬チョコの散歩ですわさっきのおっさんじゃねえかよお前いいよチョコのおっさんは友達はもうチョコしかいませんわ恋人もいませんわおっさんがメソメソすんなお前寂しいですわ見てらんねえだろおい涙がこぼれますよああもうじゃあよかったら一緒に飲みに行こうぜお願いしますわまったく世話のかかるおっさんだよお待たせしましたわやったー いいことしたらいいこと帰ってきたぜこういうこともあるからねグリム童話みたいだお前最高だぜ練習なったやろうんもういいわどうもはいということで改めておめましてオニーボーのお二人ですわオニーボニーですわお疲れ様ですよろしくお願いしますお久しぶりでございますお久しぶりですおめでとうございますお互いにおめでとうございます本当にねお互い日だったしねそうでしたねそうでしたね同じ日 SS ホールでね 激激戦戦ででししたねいやだって結構それこそ楽屋とかね舞台袖メンバーとかも結構やっぱ当落かなり厳しいねこいつら行くんじゃないかってやつがねちょっと残念で落ちちゃったりであるまだ追加合格決まってないんで結構だって組数も あれ5日間だったかな、うん、まあもちろん、あのー、エントリーも結構偏ってたけどでも人気の人が多かったっていうのは2回戦完売でしたもんねすご,す,すごいですよねす2回戦で完売なんてありえなかったん、ね、あんまりないですよね激戦区でしたからねあの日、うん、マジそんな中勝ち上がった我々。<laughs> 二組。お前ね、<れ>ちょっと頑張っていきましょう、ちょっと。いやいやいや、あれ,あれちょっと。やっぱ同じタイプお、普通のことをただね、大きな声で言うっていう、あの、お互いに、ね。や、ね、熱い思いはある。やるよ。<い>本当そう。<当>いや、でもやっぱり、はい、あの、一番なんだろう、こう、M1 をやる中で。うん、はい。はい

ね、ナンバーリホームセンターっていうのちっちゃいおばあちゃん4人で働いてるところ。前もそれ言ってた、そういう方で直してるんですか。ら頑張りましょうちょっと。安心するね。これでも考えたんですけど、今年 M11 万組ぐらいエントリーしてるじゃないですか。えそんなに1万超えてますね。前回は？前回8000なん今回最多史上最多で本当は330。そんなにエントリー。1万330。見てなかった。で 二回あ三回戦いけるのってこれ確か三百組ぐらいじゃないですか、うん、そうね全国の漫才師の上位三パーああ<ー>ほろ酔いぐらいええ <laughs> そうアルコール落とすぞね <laughs> い,いやでもそうだだってだからもう一万組<う>あの一万組落とされちゃうってこでしょそうですよ一<ー>万組一、ね、万組落ちちゃってるんですよ 東京こだから2万人は落ちるんですよ。3人とかもあるけど、最低2万人は落ちてるんで、僕らの下に2万人が、ちっちゃい国ぐらい。よくやってるよね、だとしたら。頑張ってる方か、そう聞いたらな。でもそこからねさらにどんどん減っていくわけで。準々までいったら、これが100組になるわけですよ。 うわーそうか今ほろ酔いみたいな例えは出てこなかったですけどね一般のもの一般のものが出てこなかった一般のものなんかないんですよないことよるよ M1 だけいだろ M1 だけだろい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 ろあったよ M1 の順々だけなんでこの車でいっぱい喋ったんですよ一いのものなかった一般のものけないこの世に一般がないのかもないんですよそれ一般ってそれぐらい薄まってるってことでしょう？そうよ三3%ぐらいじゃなきゃ上積みは上積みだよねないんですよ ね、それあれやっぱりよぴぴさんがいっぱい出てるからとかそういうことじゃない。よぴぴがたくさんよぴとりしてまう死ぬほど出い何千組もよぴぴです。そうかそうか。いやでもね嬉しいですね。嬉しい。僕らがねまた戦いのもうどうですか今年の仕上がりは。そうですねどうですか。いやまあほんまに から始まったな感がありますよね。やっぱりこのあの僕らそのね同じその準決準々まで行きじゃないだから今回シードだったじゃないですか。で、あのエントリーの仕方ってあれわ分かんなくなかったですか。なんかね案内がね案内な確かにねなかったなかった。で俺どうしてか分かんなくてバカみたいにエントリー用紙の下に手書きで二回戦は何日に出たいですって書いて出したんですよ。いけるかな。 と思ってそしたら待てど暮らせどあの2回戦の日程出たのに希望日の日にボニボニの名前なくてええと思って、うん、で本当に3日前ぐらいに 1>、うん、その m 1事務局に「うん、すいませんあのエントリーしたんですけど名前がないです」 どうなってますかって言ったらすごいなんかテンパった誤字だらけの文章であ、すいませんよ読み忘れてました危ないまあまあそうね人間がやってるから僕も僕も悪いからたぶん多分出し方が間違ってるかマイノリティですからね言ってしまうと少ない方だからどっちかっいうとごめんなさい僕も悪かったです初恋なのかよや、んとかします何なんだそれは っていうところスタートなんで。でそうなの、はい。ドキドキした仕上がりだ。シード権確保したまま。はい、敗退するところです。わあ、<laughs> 怖,い怖い、怖い、怖い。漫才せずに。漫才せずに。そ前にね,ね,ね、やっぱり、なんか。<laughs> 動かなきゃと思ってよかった。寒かった。ヒヤヒヤしてよかったね。シード権もらってね出ないってなかなか。でも今回シード権がなかったから一回戦がなかったから、我々からすると一回戦がないってまあ最初嬉しかったんだけど、いざ始まってみるとすっごく不安で。体を作る感じが。変な感じでしたよね。アップができないっていうのは辛い感じしましたね。だって一回戦でやらなきゃいけないことを二回戦でやるわけじゃないそう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 。いくらなんかこう透明班でね我々ツアーしたとか、前よりはちょっと数 増やしてるとはいえど。でも、やっぱ、違うか。全然違う。今の予想はね。そうなんです。本当になんか、やっぱ一回戦で、こう気持ち上げて。二回戦挑むみたいな。そう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 。今年それがなかったんで、僕びっくりするぐらい噛みました。ああ、ええ。ボニーボニーで、そんなことになるんですか。あれだけ。噛まえ、ライブ数出てるのに。そうです。びっくりしました。確かにね、私たちもね、二回戦。ね、一回戦はほら、受けなくてよかったのに、二回戦の後半受けなさすぎてさ。 ガタガタ震え出すってことがあったよねマンゾー師匠それは俺の右足だけ俺の右足が急にあなたの右足はあなたなんだよびっくりしたからガタ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 って2回戦でただそれがネタの後半で怖がるシーンだったんですよマンゾさんだからちょうど良かったんだよねすごい芝居が上手いっすか白心の演技でちょうど良かったガタガタガタって吹いてがるピストル突きつけられるっていうシーンだったから動画だけは見せたくない いつも座ってるからバレてないけど深井楽の時はねそうそうそうバーって足を膨るに深井そうよね深井楽音の時は震えてないわ深井今なんて言ったんだ震えてないわ楽音の時はそうだったなちょっと今足が痛いから深井今日もちょっと痛かったけどいやでもでもとはいえ読売とかね深井そうだよ深井ちゃんと我々見ましたよ深井の読売の大会はすごいですねそうですねレベル高いよね かい恐ろしい。そうですた。面白いやついっぱい集まってきて。びっくりしちゃいましたよ。そこにちゃんと。そうそう、入ってるんだ。名前を連ねてるって、これすごいことですよ。嬉しかったですね。もうやっぱいつも、あのケータリングのお弁当、何食べようかで。もういっつも迷って。え、そんなに選択肢あるんだ。何、何種類か。そう、あったんちゃんとしてた。やっぱね、そういうところはね。いいね。番組だよ唐揚げにするか、ハンバーグにするか。うわ、え、そうなの果たして豚しゃぶにするか。うわ、すごい。そんな種類あるんだ。そう、そう、いい会社。

で、それで二組選ばれたら、どうなんですか。また新たに二組だ。えー、年度末に、えー、チャンピオンを決める大会があって。ラウンドワン、ラウンドツー、ラウンドスリーで、各二組、うん、上位二組が、その年度末の決勝戦に出れるっていう。予選をずっと放送してる状態、ね。そうです。これ予選が、ね。え,えまた出れる。これまた、次の、ね、ラウンドスリーが一応、そのチャンスは一応あって、またそこ勝ち上がって、はい。っ って言ったらそこまたこれはだからこの前にもちろん予選があそうですそうですうわ何組出られるんですけまず最初番組的にはその十十年目以下で六百組とか大阪のもう十年目以下のコラみんなでっていう感じでその中でこうやって選ばれて十二組に選ばれるそうですすごいよなあやっぱすごくはありますよねすごくはあるすごくはあるで行ってた方がいいですよねこれいや絶対た方がいいすごいと思えないですねすごいすごいって。 あれ600分の12なんて何パーセントだろうちょっと計算できないけど はい八六えところまあすごく少ないですよねすごく少ないですよ。リーゼント一人でしょ。リーゼント一人ですすごいよねこれリーゼントの中で売ったらもっと少ないですからねそうね分母をリーゼントにした時に相当最近そのアフロとリーゼントにしたんでどんどん「あの週刊少年マガジン」みたいなってそう前もうちょっと普通でしたねはい今年からリーゼントにさせてもらってます。名前も変わったんでしょそうなんです。僕。

バリー徳之進にしたらあこれリーゼントじゃなきゃダメだなと思ってリーゼントしましたどういうことやねん似合うなと思ってある日突然んか「いや俺ちょっと今日からバリーでいくわ」って言い出して「お前がいいんだったらやれば」って言ってそしたら次の日ぐらいにリーゼントになってきて「これでいくわ」って言ってでまあ相方だから別にそれはいいんですけど YTV 出させてもらった時に去年も出たじゃないですか去年は徳之進だったじゃないですか今回「バリー徳之進」っていう名前で申請したら YTV 側さんから「それは一生やるつもりですか?」 確認はありましたね。とちゅうで変えられると困るから確かにねそれは徳之進は知らないけどそのバリーさんに聞いてくれよとは言ってきましたいやその矢沢のスタイルっていいやねこれだけ解明って大変なんだからまた見境に解明させられてると思ったら本当にそうや。 いまだに何個,何個も説明するんだからもう毎回そ,う、ね、その時期その時期に出会った人たちが、ね、そのね更新ができないからねみんな頭の中でまあ坂ーさんも言ったら真打ちじゃないですかはい、はい、こ,ここからまだもう一個変わることはあるんですか

花崎天神でもずっと行こうかなと思ってはいるんですけどえ買えますえ買えますバリーと花崎花崎天神もこれマンドさんからもし名前もらった場合僕はその1本に入るとなっけど大丈夫です金正帝に金正帝天神にするの金賞帝天神にします金賞帝天神

ダチいいですかだってダチだからいつもねああやってんかタロット取らないしてもらったりとかさ前回も前回前回やってもらったのが2023年の2月ですねあっそう1回やってもらったのだ今年もあ今年もやってもらったっけ今年それでほら2人でおそろいのネクタイビンあそっかそっか虹色のものをつけた方がいい虹色の方がつけたいいってことでありがたいことにこのリスナーさんが2名。

占いをする時は一応私占いの名前がありまして、はい、そうですね、あのベスト先生っていう、ベスト先生、いつからベスト先生、ベストを尽くそうっていうみたいな、あ、そう本当にその意味で、ベストベスト先生なんですよ。これはあの占いをやる時はずっとあの去年ぐらいからずっとベストとして、あ、失礼しました、ベスト先生、ベスト、占いのバイトもちょくちょくやってる、あ、そうです、ベスト先生、本当ベスト先生です、ベストとバリでやっていろいろやってますね、本当に、そうです、あのおばあちゃん相手にドゥーアベストって言ってます、言うてますわ、おばあちゃん相手にタロットどこでやってん じゃあいて、もう生き方がありますね本当に。あなたが言うことじゃないけど。じゃどうしましょう何ぐらいいますか。それはもう我々の行く末だよこれからもね。タットって割と近いところが見れるんですね。半年とか一年ぐらい。いやじゃあちょうども M1 のもうこれからですも三回戦前ですから。怖いけね。怖いななんかでも。行きます大丈夫ですか M1 でじゃう。わかりましたどうしようかじゃあマントさんで代表でこの三つに。 分けていただいたらタロットですね。タロットお好きな,、はい、な適当に立てますよ。適当に、はい、割りました。はい。はい、で分けました。で,でお好きなように一つに戻してください。はい。はい。ですか。ありがとうございます。いすはい。じゃ。じゃ これでもう、種、種はもう、大丈夫ですか。手品じゃねえよ、お前。だって、手品じゃねえってお前。あ、ちゃんと一番上の札とか覚えた方がいい。え、マジックで書いてあるとか。ええ、面白いことしてないんです。面白くないじゃん。面白く、おじは真剣ですか。真剣わかりました。じゃ、今、カードを置きまして。はい、置かしていただきます。はい。出させていただきます。これはもう当たんない。よこれはもう、あ、なるほど。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 あ、なるほど。 ははいい7枚から3枚裏返したはい今これ過去と現在と未来と出ておりますけれども今年に関してはわりかしお二人で考えてたっていうよりも結構作家さんだったりとか込みで結構一丸となってもう一丸とですよいろんな人にいやだって毎日放送全体で戦ってるみんなで作ってるねみんなでネタ見せしてメイクさんから何かそうだそうだよの中で今回今現状として結構そのお二人の 中でこ,うこれ「あの戦う男」っていう絵なんですけどこれあの崖の上に立ってこう下からこう突き上げられてるで,あのなんていうんですかで情熱のえ表してるこの木の棒を持ってるんですけどお二人の中でこれ今本当にお仕事っていうよりはもう周りの人と一緒に作り上げてるから負けるわけにいかないぞままささににれはっていうところがちょっと正直今のカードいいややもう まさにそう2回戦で落ちたらどうしようってね申し訳ないこんなにもだっていもみんな応援していただいて本当にお仕事でお金がどうこうというよりはもう周りの人たちのためにっていうのを表してこれ「エンペラーっていうこれ皇帝のカードなんですけどこれ逆位置でで出ててきるんすだから正直 m 1に関しましてですけど結果 に関しては周りの人の意見を聞くよりは自分たちが面白いと思うことやった方がいいっていうのはちょっとある。なるほどね。周りにこう協力してくれてる人いっぱいいるから結構そのいろんな意見今取り入れがちになってますけど。正直もう本当に最後の一つの工程の座を取りに行くってなった時には自分たちの感覚をちょっと信じた方がうかいい。これ、まあ、は大事にね。我々だからね。二人の感覚なんだね。ただそんなに本当になですか暗い黒で。 あるとかって色味はないそのオレンジ、明るい。で、本当に悪い。明るい。と思います。はい。で、そうですね。あ、いいじゃないですか。これ、あの、死んだ男の。これ、逆位置でも出てるんですよ。うん、これ、あの、剣がいっぱい刺さってるのが、こう、はい、抜けてくっていう、これ、暗示にはなってるので。で去年の、まあ、順々で、正直、まあ、お二人的に、まあ。 動画出たけれども自分たちの中であんまり納得がいってなかったりだとかもっとできたんじゃないかな特に私がねちょっと調子に乗ってしまってちょっとあ,あのやっぱありました。の、はい、トラウマは多分言えると思います。今回多分<ー>はい。まあ、その本当になんですかじゃあ準決まで行けますよ決勝まで行けますよみたいこと言えないですけど、うん、やってみた結果としてあ今年は去年の。 トラウマ、これなくなったなっていう。なると思います。ですね。あ、で、周りの人も、は、もう、あ、これはもう漫才師として、二人はいけるよって、周りは思ってます。もう正直ね、仕事にしてほしい。仕事表す権を持ってるんですよ。はい。で、お二人的には、あ、お二人、あ、ザです。え、で。心配事、お二人の心配事としては、これ、あの。再生っていう意味があるんですけど、今のまんまじゃ、ちょっとダメだなっていう風に思って。 うん、っていう感じですこれ、うん、が「位一」で出てたらもう完全に解散であるとかですけど<ー>これいい意味にもなるんで「死、うん」は「生」と「再生」ってこれ後ろも太陽も残ったりとかっていう意味もあって、うんうん、この今の現状を打破するという,う打破するっていう意味で、うん、要は成長する脱皮するみたいなの次の段階次の段階,次の段階に行くで,、ね、で心配事として出てるので、まあ、正直今のまんまじゃってやっぱりこの「 さっきのところでもありましたけど、うん、今のまんまじゃちょっとどうしようかな今僕らの中に不安があるとい、ね、不安があるという感じですね,ねじゃあ最終的に <laughs> あ、なるほど、えー、キングの カップが出たんですけど、うん、えこれはまあなんだかんだでコンビ仲をまずえ第一に考えること喧嘩をしないようにすること 1>,、はい、1分前にあの遅刻してるのにツイートするとか控える <laughs> そうですね多分通用の違ードはコンビ仲前回もなんか6月ぐらいに仲悪くなるとか言ってなんかねちょっと不安な時にあのタロットが合ってたのかなって急に言い出してそうそうそう,そう <laughs> 妙にね信じちゃう、うん、そうですね本当にこの愛情を表すカップのしかもナイトなので、はい、やっぱお二人の今勢いはあると思うので、うんうん、大事なのは本当にコンビ ここは喧嘩だけしないようにじゃあラッキーアイテムだけはいラッキーアイテムだろう頼みますよ本当にマンドーさんのラッキーアイテムはこちらになりますお月様お月様 お月様、お月様、どういうこと、どうしたらいいの、お月様。なので、M1 ワン、ちょ、何とかして、なるべく遅い時間に、ちょっとおけてください。出た、出た。あの、時間というのね、まあ、夜にね。夜か、予選は夜だ。なるべく月が出てるぐらいまで。そうか、そうか、天気のいい日がいいね。あ、でも。うん。

こういうふうにコブラの中そういうやつの杖持って周りの芸人さん引くだうねちょっとですね一目は置かれると思う確かにあいつは何なんだちょうどこれがなんかこの丸が上が丸になってくるのでほんでこれ持って楽屋入りして本番持っていかないから使わへんのかいってみんな思うんですけど何なんだあいつ怖えよ怖えっていうなんかあるよね多分それは。 ね。喧嘩だけなさらないようにちょっとあとなんかあのちょっとあ何ていうのかな思うところは、はい、なんか前よりタロットがちょっと上手くなってるちょっと腹立つなベスト先生結構やってんじゃないかなと思ってやっぱこんなすらすらと嘘がつけないですか <laughs> <laughs> 普通ののかよね普通,の,の,普通の,のじゃねえって。 金の杖という嘘嘘じゃねえほんまにねあののの打ち合わせ通りカードが出出ててててましたか回っ俺金杖すらよ当んだここのリスナーさん優しいから虹色のネクタイピン買ってきてくれたけど下手すりゃこれ金の杖送られてくるよ会社に。 俺会社で金の杖持って歩くのか。伊調だってそれで行くんでしょ。いよいよどうかしてるよ本当に。でもなんとかしてそう月を満月にできる人。そうね。何なんだよ人どういうこと満月にできる人。まあでもなんか聞いてたら良さそう。前向きに捉えられるとかね。ぱったメーカーでいっぱいでした。はい。ごめんな頑張りましょう今年も。はい。自分たちのやつはやっぱり売れないですね。怖いです。 僕一回その自分のことを占うと思ってやってみたらちゃんとその女の子関係のやつでそうおっきいデビル出てきちゃってやっぱちゃんと振られました二度とやらないと思って自分のことは当たっちゃうからそうなんだ信じちゃうんですよ僕じゃあまあね我々もちょっといろいろ気をつけて喧嘩もしないようにしてくださいお願いします頑張っていきましょうありがとうございますありがとうございますありがとうございますもうなんか頭で言ってくださいガチなんですから。 <laughs> あれ扱い方難しくなってきてるだからダチって言われたから急に面倒くさくなってきてダチでしかも占いって怖えなと思ってなんか逆に。<laughs> うん 今日はボニーボニーを迎えましたね。盛り上りましたね。ありがとうございましなんかもうこうやってね一年に一回でもゲストで来ていただので、絡んでいただいてね、じゃないともういないとさ僕ら今の時寂しいから。いやでもマジでホッとする、ホッとするもん。なんかね本当に戦ってきたって感じがするし、戦友ですもんね。ダ脱走ですよ。なんかこう近づきにくくしちゃうこんな感じがこんなんやるから一年に一回なのかもしれない。恥かしいな人付き合いって。あとあの定期的にタロットするともうハマっちゃいそう。で うんうんうんなるからね。そっかそっか。なんか押し出せとかない。いいですか。ちょっとあの我々ルームシェアをしてるんですけど、もう一人あのオーパスツってあの小値君。ははいはいはいあの新庄っていうツッコミのやつ三人で、あのルームシェアチャンネルの足原家族っていう YouTube でチャンネルをやっておりまして、はいこれがねあの毎日あの一本ショート動画、ええすごい。動を上げてるんですけど、本当に2024年とは思えないぐらい毎日一人ずつ増えるんです。どうもしたか。すごいねそれは。 普通バーンって跳ねるじゃないですか一人ずつ一人ずつ増えて今870いくつかなでも結構これちゃんと編集してるしそうですよえだってこのアイコンとか誰がこれ一応手伝ってくれて作家の子がいてすごいちゃんとしてるスクラム組んでやって本当に毒にも薬にもならないことをあげてるんでちょっとずつやってるんでこれはもうぜひね大喜利の極意とかあるよあいそうです あとリーゼント作ってみたっていうのあります。見たらリーゼントするので。はい、もしよかったらこちらのチャンネル登録のをしていただけるとお願いします。い。いですね。お願いいたします。はい。マンドさんが何かお知らせあるんですか。あ、僕ですか。はい。いや僕はまあえっと僕というか僕の行動範囲の中の話なんですけど。どういうことですか。あのついに中津に松月ができます。

え？駅前よ駅前のバス停の目の前あ本当。あれ森口の方面に行くバス停の目の前とか。知らないだろみんなそんな中津のさらに細かいこと言うなよ細かい話ね。っなかたんでです今ま中津。あのね一個薬局があってだからそこ結構ねでもそこはそこでいいのいろいろなんかちょっとあの結構マニアックなやつとかお酒のやつとミラクレンとかの部も置いてたりとかするんだけどあの普通のそういうちょっとあの杉薬局はね毎ょうどそのぐらいできたけどやっぱりちょっとそういう薬局遠いなと思ってた時に松京ができたから結構 中津だ今話題です地上波で中津周辺のドラッグストアの話してんじゃねえよ <laughs> <laughs> じゃないんだよだから俺も別にこれはいいかって言ったじゃん楽屋ねだったらやっていいよこの話は全然楽しい俺もさこんな形でお知らせをすると思わなかったからいやお知らせあるって言ったらうんんかああでもこれポッドキャストにしようかなって言うからなんか大事な方があると思うじゃんこっちからしたらさ俺の中では結構衝撃的だったからそうなのねおめでとうございます大事にしてくださいねぜひ皆さん寄ってください誰なんだよお前ということでボニーボニのお二人ありがとうございましたこれからまたねありがとうございます 出し,出しであでライバルだからねかそうね,そうね逆に今度は倒さなきゃいけないからね、うん、我々はねお互いちょっとやりましょうょ頑張りましょう、はい、頑張りましょう頑張りましょうはい